は。これまでの妄想に、私ダルタニャンはある日きらめく歌声に引き寄せられ、かっこよく歌う謎の女の人を目撃。それ以来その人のことが気になってしまう。そんな私を見た出雲ちゃんに誘われ、トップアイドルエンジェリーディーバのライブへ。私はすっごくドキドキして目が離せなかった。それで分かったんだ、あの人のことがずっと気になってるのは、あの人が私にとってのアイドルだからだって、あの人に憧れてるんだって。出雲ちゃんはその憧れのせいで私まで輝いてるって言ってくれた。そして、憧れは人を輝かせるって言うもん。そうだダルちゃん、受けてみない？にゃ、アイドルのオーディション。にゃ。それから月日は過ぎて、ここだ。いよいよ今日からアイドルだ。こんにちは。わあ、エンジェリーディーバー、ほんとみんな可愛いにゃ。新人ちゃん？はい、オーディション合格おめでとうね。ありがとうございます。あたしコルセア、よろしくね、ダルタニャンちゃん。よろしくお願いします。あ、ダルタニャンちゃんってニャンちゃんってあたりが言いにくいと思うので、ダルッチとかダルヤンとか、ぜひ気軽な感じでお願いします。オッケー、うん、じゃあダルにしよう。ダル決まりね。はい、食堂はあっち、トイレはそこ、ここお風呂ね。で、部屋は2階。はい、あのエンジェリーディーバの皆さんとかもここに？うん、ここはダルみたいなデビューしたての子から何年目かまでの新人アイドル専用。へー、他の皆さんは仕事とかレッスンで外に出てるんじゃないかな。よかったよ、私今日ちょうどオフだったんだ。オフ？芸能人っぽい。おい、なんだあれ、野良猫が迷い込んできてんじゃねえか。もうダメよラビちゃん、そんなこと言っちゃう。じゃじゃーん、ここがダルの部屋。ルームメイトも今日から入る新人さんだって言ってた。まだ来てないみたいだけど、オーディションダントツトップで通過した子だって。ダントツトップ？そんなすごい子なんですね。じゃあとりあえず私は。コルシアさん、いろいろありがとうございます。うん、いいのいいの、これから一緒に頑張ろう。はい。いつか私も。光を受けて歌いたい。どんなすごい子なんだろう。あ、来た来た。ダル、紹介するね。この寮のいろんなことしてくれてるアイリス。ごめんなさい、ダルタニャンさん。私、お買い物に出ておりまして。いえ、いいんです。あの、ダルタニャンさんってニャンさんってあたりが言いにくいと思うので、ダルッチーとかダルヤンとか、ぜひお気軽な感じでお願いします。それならダルちゃんとお呼びしてもよろしいでしょうか？もちろんです、よろしくお願いします。こちらこそ。
あの、私のルームメイトの子ってまだ来てないよね。うん。どんな子なんだろう。すっごい楽しみ。だってオーディションでトップだったんですよね。そうだよ、本当だよ。あ、ノンノ、業界情報喋っちゃうぞ。このノンノはアイドルになる前、子役時代から芸能界にいるんだ。だから超絶情報通。へえ、よろしくね、ニャンダルちゃん。ニャンダルちゃん、新鮮。業界用語、お寿司をシースーというようなものですね。ほんで、ダルのルームメイトのこと何知ってんの？名前はシオン。1000人以上集まった今回の新人オーディションをダントツトップで通過した逸材なんだって。へえ。スタッフさんが言ってた。オーディションであれほどの力を見せたのはエンジェリーディーバのウリエル以来だって。10年に一度の強く気高く美しい生粋のハイパーウルトラナチュラルボーンアイドル。 What？ つまりどういうこと？強く気高く美しいナチュラルボーンアイドル。へえ、そんなにすごい子なんですね。会うの楽しみだな。甘いぜ。いやはールームメイト、すなわち部屋友だからって友達になれるとは限らない。アイドル同士は熾烈な戦争をするライバルだからね。ちょっとラビちゃん、新人さんに何言ってるの。もう今日という今日は許しません。あいつはアリス、気にしなくて大丈夫だから。びっくりしてしまいますよね。すごい。え、あの演技、すっごくアイドルって感じします。アイドルってキャラ作り大事なんですもんね。田舎の友達が言ってました。いや、アリスはあれ、素なんだよ。え、強く気高く美しいナチュラルボーンアイドル、どんな子なんだろう。強く気高く美しい生粋のハイパーウルトラナチュラルボーンアイドル。シオン。すごい。シオンちゃんだよね。うん。あなたは？これが私とシオンちゃんとの出会い。私ダルタニャ、シオンちゃんとルームメイトなの。どうしてわかったの？私だってわかったよ。引き込まれちゃったもん。ダンス身のこなし、なんかオーラ出てた。そうかな。それになんだか見えた気がしたんだ。シオンちゃんの周りに綺麗なお花が。私は絶対トップにならなきゃいけないから、絶対。ここから最強の新人アイドル、シオンちゃんとの生活が始まった。まさか私とシオンちゃんがあんなことになるなんて。